メンソレータムの女の子も参考にしつつ、ロリータの要素も入れつつだったので、皆さんこんにちは、青木美沙子です。今回はアンティークドールロリータナースのヘアメイクをしてみました。インスパイアしたのが、皆さんも馴染みのあるメンソレータムのこの女の子もイメージしてヘアメイクしてみたので、ぜひぜひ見てください。それではどうぞ。まずカラコンはエンジェルカラーデイリーズのペールブラウンをつけています。これは日本人だと目が濃く黒かったりとかするんですけど、それを薄くしてちょっと外人っぽい顔にしてくれたりとか、あとちょっと色素薄い感じにしてくれるっていうところでこの色味にしました。メイクアップベースはシャネルのモイストグローエイジングケアっていうのを使っています。これは真っ白になるので、肌のトーンを2トーンぐらい明るくしてくれるパワーがあったりとか、毛穴を隠してくれるパワーがあるのでこれを使っています。で、その上からつけたのが、マキアージュのトゥルーリンクルモイスチャーの、これもオークル00番っていう一番明るい色を使って、また2トーンぐらい肌を明るめに見せて、血色をなくす方がよりドーリーな雰囲気とアンティーク感も出るのでこれをつけました。パウダーファンデーションはマキアージュのものを使っていて、これもオークル00番という一番この中で明るい色味を使ってます。これは最後にお粉みたいな感覚でつけるんですけど、凹凸をなくしてくれたりニキビをより隠してくれたりするので必ず最後にこれをつけています。今回なるべく肌を明るくドーリーにアンティークにっていうところでハイライトをつけました。これは顔全体につけて肌のトーンを明るく見せて、より陶器肌、お人形みたいな肌にするためにこのハイライトをつけています。眉毛はジルスチュアートのドリーミークチュールアイズを使っています。これはアイシャドウとして使っているものなんですけど、今回アンティークドールっていうところで、いつも私は前髪があるんですけど、前髪をちょっとなくすことによってよりこうアンティーク感を出すために眉毛を今回初出しというかしてるんですけど、そういう時眉毛結構太めに描いた方がより可愛らしいというか目もはっきり出るので、ブラウンを使ってはっきりと輪郭を描くっていう感じでこれを使いました。アイシャドウも同じくジルスチュアートのドリーミークチュールアイズを使っていて、二重のところ全体的にピンクを入れています。で、ちょっとうるっとした感じのメイクにしたかったので、この下の部分の涙袋のところにもこの同じピンクを使って目の全体的に囲む感じでピンクを塗りました。立体感を出したいので、目頭と目尻のところ、目の際のところにブラウンを足して、目尻の3分の1部分のこのくの字のところですね、そこに茶色をつけて立体感を出すようにしています。やっぱり凹凸がないので、なるべくこう立体感を出すためにはブラウンをつける方がより立体的に目も大きく見えるので、そのようにつけました。で、アイホール全体にラメっぽくキラキラっとさせたかったので、ちょっとブラウン系のブラウンとか黄色っぽいラメをアイホール全体につけています。涙袋につけたのがキャンメイクのジュエリーシャドウベールというもので、これはゴールドのキラキラで、キャンメイクってプチプラで安いアイテムなんですけど、かなりキラキラの発色が良くって、目ってすごく動くんですけど、動く瞬きの時に必ずキラッとさせてくれて涙袋も強調してくれるので、これを涙袋全体につけたんですけど、より目立つところって目頭のところを中心にこのキラキラをつけました。ラブライナーのバーガンディーブラウンを使いました。これはちょっと赤みがかったブラウン、結構赤みの強いブラウンで、ブラウン系なのでとても優しい印象になるのと、あとアイシャドウをピンクに、ピンクっぽい赤っぽい感じにしているので、それと合わせてグラデーションっぽくさせるのもいいかなと思って、この赤系のブラウンを使いました。
いつもつけまつげをつけることが多いんですけど、今回アンティークっていうことでちょっと自然な感じにしたかったので、今回は地まつげをビューラーで上げて、しっかりと上げてマスカラをつけるっていう形にしているので、ビューラーを使いました。自然っぽく上げるよりも90度グッと上げた方がよりずっと長続きするので、結構きつめにギュギュッと痛いぐらいに上げてます。マスカラはオペラのマイラッシュアドバンスト漆黒っていう色を使ったんですけど、今回結構目のシャドウとかブラウン系にしてふわっとした印象にはしてるんですけど、まつげはしっかりとした方が可愛いし、つけまつげもつけてないっていうところでこのマスカラを選びました。黒の方がしっかり出て肌なじみもいいのでとてもおすすめです。今回ホットビューラーはホットマスカラを使いました。で、全体的にマスカラをつけるとダマになっちゃったりとかして、あと毛先がこう行ったり来たり、ちょっと方向がいろんな方向に行っちゃったりして束が良くなかったりするんですけど、このマスカラ、ホットビューラーを使うことによってより綺麗にセパレートしてくれるまつげを作ってくれるのと、あとまあ櫛っぽい効果もあったりするので、一本一本毛束を直してくれるっていう効果もあるので、これを使ってます。あとやっぱりホットビューラーを最後につけるだけで長持ちもするので、一日中カールが続くっていうのもホットビューラーのおすすめポイントです。チークは3色使いしたんですけれども、キャンメイクのパウダーチークの37番、これはオレンジと赤が混じったような色なんですけど、一番発色がある色を一番最初につけました。で、これは目の下、黒目の下で、私アイシャドウをピンク、涙袋のとこピンクにしてるんですけど、その延長線上で割と高めに濃い感じにしたかったので、これを一番最初につけてます。で、そうするとクマ隠しにもなりますし、ちょっとアンティークドールを検索するとそういう感じのメイクをしているドールちゃんも多かったりするので、そのようにしました。これだけだとちょっと全体的にちょっと怖いというかホラー感が出てしまうので、この紫の、これあまり発色しないんですけど、キャンメイクのパウダーチークの39番、これちょっと紫っぽいんですけど青みっぽく肌につけるとなるので、これを全体的にぼかす感じでつけました。これもかなりおすすめです。最後につけたチークがこのジルスチュアートのポンポンチークなんですけど、これはコーラルピンクで、発色はふわっとした印象になる感じなので、最後の仕上げにポンポンとつけて全体を蒸らすというか、全体をきれいになじませる感じでつけています。そうすると優しい雰囲気の印象にもなるし、アンティーク感も出るので可愛らしくつけられるチークです。リップも3つつけたんですけど、一番最初は、ラデュレのグロッシールージュの01番というちょっと赤っぽい色をつけたんですけど、輪郭をはっきりさせるのは一番濃いめの色をつけた方がいいなと思ったので、この濃いめの赤をつけてます。で、全体的にちょっとふわっとした印象のメイクなので、リップはキリッとした感じの方がよりロリータファッションとも合うかなと思ったので、この色をつけました。2番目につけたのがラデュレのリップスティンの105番の口紅をつけてます。これは発色ももちろんいいんですけど、なんか食べ物を食べた時でも落ちにくいリップなので、一番最初に口紅をつけて上からこれをつけることによって、食べ物を食べても落ちにくいっていうところでこれをつけています。あと、発色を良くしたいっていう意味でも重ね付けすることによって、より唇の輪郭も映えるので可愛い印象になります。最後につけたのがジルスチュアートのジュエリーリップグロスというのを最後の仕上げにリップとしてつけました。これはキラキラのラメが入っているので、唇をポトッとした感じの立体感のある唇にしてくれて、あまり発色はないので、どんな口紅の使った時でも使える、かなり
万能アイテムになっています。あと、まあ喋ってる時でもキラキラしているのでより可愛らしい印象にもなります。今回ヘアアレンジはこのメンソレータさんのこのナースさんのキャラクターをちょっと私の中でインスパイアしてロリータファッションとナースと融合させたヘアアレンジにしてみました。今回は25ミリのコテで毛先を巻くようにしていて全体的に毛先だけは巻いています。前髪私パッツンなのでそれをなくすためにちょっと横の毛を前に持ってきて前髪をこう横に流す、それをピンで留めるっていう風にしています。で、全体的にお団子にするんですけどお団子にした後に棒状のすき毛を使ってそれをくるくるっと巻いていくとちょっとふわっとした印象になる髪型が出来上がります。で、なるべくすき毛は自分の髪の色と同じような色味を使った方がよりアンティーク感も出ると思うので同じ色をおすすめします。あと前髪のこのバチッと感があるとちょっとドーリーな感じじゃなくなっちゃうのでこのすき毛をちょっと前髪にかぶせて前髪のこのカチッと感を薄らせるというかそういうのも可愛いポイントの一つです。で、最後にこのナースキャップをかぶるとアンティークドールナースの出来上がりです。今回の動画どうでしたか？今回のメイクなんですけど私はアンティークな感じのドラマとか映画とか見るのも好きでそれも参考にしつつ、メンソレータムの女の子も参考にしつつロリータの要素も入れつつだったのでちょっとピンクっぽいメイクとあとあんまりきつくなりすぎないつけまつげをつけないっていうポイントとあと前髪必須のロリータファッションなんですけど今回はアンティークということで眉毛を出すっていうかなり貴重な感じのヘアメイクをさせていただいたのでそこもポイントになっています。今回着た私のお洋服なんですけどアンティークドールロリータナースなのでベイビーさんのお洋服を着てみました。かなりアンティーク感のあるナース服なんですけど私普段看護師の仕事もしてるんですけどこういう可愛いナース服は着れないのでハロウィンの時もいいですしバレンタインの時とかクリスマスの時とかと夏でもいいんですけどなんかこうお祝い事の時とかこういうナース服を着てみるのも可愛いかなって思います。可愛いパティーンのチャンネル登録をして他の動画もぜひぜひたくさん上がってるのでチェックしてみてください。それではバイバーイ。